ナイジェリア生徒拉致事件は2014年4月の14日夜から翌15日にかけてボルノ州の公立中高一貫女子学校から276名の女子生徒が拉致された事件である。ナイジェリア北東部を拠点に活動するイスラーム過激派とタクフィリ思想家集団からなるテロ組織ボコハラムの手により犯行声明が出された。反乱組織ボコハラムは 西洋式のヒースラム教育に反対しており、ナイジェリア政府の続ける大火政策が彼らの引き起こすテロ行為の要因となっていた。度重なるボコハラムの攻撃によって今までに何千人もの死者が発生しており、2013年5月には連邦政府は反乱組織との戦闘が行われているボルノ州にて非常事態を宣言した。 締め付けの強化により数百名に及ぶボコハラムのメンバーが逮捕あるいは殺害されるに至ったが、一方で山岳地帯へと追いやられた組織は民間人を目標とする攻撃を増やした。結局のところこの相当作戦は国内を安定させるまでには至らなかった。マリ北部紛争に対応したフランス軍の圧迫を受けた国外のボコハラムのメンバーや悪夢のテロリストらが、 ナイジェリアに流入したことも治安の維持を困難にさせる一因となっていた。2010年よりボコハラムは学校を攻撃目標とするようになり数百名もの生徒を殺害した。組織は政府がイスラム教的な教育を妨げる限り今後も学校に対する攻撃を続けていくと発表。ボコハラムの活動により1万人の子供たちが登校困難な状況に陥った。 またボコハラムは、女性は教育を受けるべきではないという思想から少女を誘拐し、料理担当や性的奴隷として従事させていることも知られている。ボコハラムの攻撃は2014年から激しくなり、2月にはドロンバがイグヘの村々で100名を超えるキリスト教徒の男たちが殺害された。また同月、ナイジェリア北東部で起きた。 連邦大学襲撃事件では59名の少年が殺害された。3月には組織は際にあるナイジェリア軍兵舎を襲撃、拘束されていたボコハラム兵士を解放した。4月14日、アブージャの爆破テロ事件が発生、少なくとも88名が死亡した。そのまさに同日、ナイジェリア生徒拉致事件は発生した。ボコハラムは2014年だけで4000人近くを、 殺害しているとされる。前述の悪夢、すなわちイスラームマグリブ諸国のアルカアイダ機構とアラビア半島のアルカアイダから訓練を受けたことで、その活動が過激化したとみられている。破壊された学校2014年4月14日夜から翌15日にかけて、ボコハラムの民兵集団がナイジェリア、地獄にある公立の女学校を襲撃した。 集団は学校に押し入り警備に当たっていた。警察官数名、そして兵士一人を殺害した。多数の生徒がトラックに押し込められ、母子ハラムの要塞化された拠点があることで知られる、三ビサ森林内のコンズが地区へと連れて行かれたものと見られている。また、地獄では事件の中で家々も焼き尽くされていた。事件に先立ち、治安の悪化により学校は4週間にわたって、 閉鎖されていたが、物理の修了試験を受けるために、複数の学校から生徒が集められていた。近隣の村々から530名の生徒が、後期中等教育認定試験に登録していたことが分かっているが、そのうちの何名が襲撃の時間に現場に居合わせたかは、はっきりしていない。少女たちは16歳から18歳の卒業を控えた生徒だった。第一報では十五名の生徒が、 拉致被害にあったとされた。週末、4月19日になると軍は129名の被害者のうち100名以上が解放されたと発表したが、それは撤回され、21日になると生徒の保護者たちは234名の女、生徒たちが行方不明であると発表した。2回にわたり何人かの生徒のグループが、テロリストからの逃亡に成功している。警察によれば5月2日、 現在、被害者は276名、うち53名が自力で戻ってきているという。別の報告では329名の少女が誘拐され、53名が逃亡に成功し276名がまだ行方不明であるとしている。後にアムネスティ・インターナショナルは、ナイジェリア軍は事件発生の4時間も前に襲撃計画の情報を掴んでいながら、 学校を守るに足るだけの戦力の増援に失敗したという報告をまとめている。ナイジェリア軍は4時間前に襲撃計画を掴んでいたことを認めた上で限界を超えて広範囲に展開している軍に援軍を送る能力はなかったとしている。 被害生徒たちは、イスラム共演の改収を強いられ、そしてボコハラムのメンバーとの結婚を強要されている。その際に、2000が、いわゆる、ブライドプライスとして取り交わされており、事実上の人身売買が行われている。多くの生徒は、チャドやマリといった隣国へと連れて行かれていると見られており、生徒と共に国境を越えるボコハラム兵士が、サンビサ森林に住む、 現地住民により目撃されている。母コハラムの隠れ家になっていると見られている森では、現地住民からの目撃情報も少なくなく、ナイジェリア北東部の全域から売られていった女、生徒たちの痕跡を伺うことができる。5月2日、警察は未だに正確な被害者の数が不明であると発表した。事件の際に、 学校の記録が失われたために正確な人数が把握できなくなっていた。そこで警察は被害者の正確な人数を把握するため保護者たちに書類の提出を求めた。5月4日、ナイジェリア大統領グッドラック・ジョナさんが事件後初めて公の場で事件について触れ、行方不明の少女たちを見つけるためにあらゆる手段を講じると発表した。また同時に、 情報の提供が不十分であると被害者の保護者たちを非難した。5月5日、ボコハラムのリーダー、アブバカルシェカウがビデオの中で犯行声明を出した。シェカウは、アラーは彼女らを売るようにと私に命じた。私はアラーの命令を遂行すると宣言。さらには、私の信仰では奴隷制度が認められている。 私は民衆を捕まえては奴隷とするだろうとも発言している。彼はその中で女性は学校になど行くべきではない。9歳から結婚できるのだから結婚するべきだとも主張している。普段の拉致事件に続いてボコハラムは再びナイジェリア東北部で12歳から15歳の8名の少女を誘拐。後の報道では11人とされた。地獄では多くの住人がクリスチャンとして暮らしている。 シェカウモビデオの中でイスラムを受け入れていない少女たちは今ここにたくさん集められたわけだが預言者ムハンマドが異教徒に対して行ったことと同じように扱うと述べており誘拐した少女たちの多くが非イスラム教徒であったことが伺える5月5日ガンボルンガラの町をボコ、ハラムが襲撃少なくとも300名の住民が殺害されたナイジェリア法案部隊が 拉致被害生徒の捜索のために街を離れた直後のことだった。5月9日、ボコハラムの前ネゴシエーター、セフサニーが、ボコハラムは誘拐した女生徒たちと交流されている、組織のメンバーとの交換を望んでいると発表。5月11日ボルの州知事、カシム・シェティマは、誘拐された少女たちを確認したこと、そして彼女らは国境を越えていないという旨の報告をした。 5月12日、人質交換交渉の中でボコハラムは130名の誘拐された少女たちの映るビデオを公開した。ビデオの中で少女たちはヒジャブとチャードルに身を包んでいた。被害少女たちの安全を考え、ジャーナリストを仲介とした人質交換交渉がナイジェリア刑務所で行われた。しかし大統領グッドラック・ジョナさんはアメリカ、イスラエル、フランス、 イギリスの外相らとパリで会談、その中でテロリストと取引をするべきではないこと、そして軍事作戦の必要性について合意がなされ、2014年5月14日、人質交換交渉は最終局面で頓挫した。2014年5月26日、ナイジェリア軍のトップは被害生徒たちの所在を突き止めたが、想定される被害の大きさから強行な救出作戦は、 断念したと発表した。5月30日、ナイジェリア東北地方バール地区の民兵が合姦され、半死状態で木に吊るされている二人の誘拐被害少女を発見した。近隣の村の住人は、ボコハラムのグループは二人を置き去りにし従順でない、他の四人の少女は殺害し埋めたと証言している。223名が未だ行方不明となっている。10月17日、ナイジェリア政府は、 ボコハラムとの間で女子生徒の解放について合意に達したと発表したが、翌11月、ボコハラムの指導者、アブバカルシェカウはビデオレターの中で合意は事実ではないとし、すでに女子生徒はイスラム教に改修した上で結婚させたと説明している。2016年5月17日、北東部ボルの州にてパトロール中だった時計団や兵士らによって、 女子生徒が1名保護された。救出された生徒は初。2017年5月6日、スイスと赤十字社の仲介で82人の生徒が治安当局に拘束されていた母子ハラムの幹部5人と交換に解放された。当初は83人解放される予定であったが1人が戦闘員との結婚を理由に解放を拒否した。ありがとうございます。